私さ、こんばんは、ハリテです。今回はみんなで空気読みっていうね、ゲームをやっていきたいと思います。てか、これってさ、確か DSI のゲームだったよね。なんかそれがリメイクしてきた感じだから、まあ、やっていこう。はい。急に始まるとかないよね。よかった。待って、空気読みサクッと空気読み、二人でオプションからやろう。オプションからやっちゃう派なんだよな。いや、少な。もうちょっと BGM のあれとかないの？この二つしかないんだ。遊び方は見ないでいいや。じゃあ空気読みからやるか。で、みんなこれね、空気読むゲームじゃないの。いかに面白くやるかなんだよね。待って、ここは自由に空気を読んで良い空間。あなたは空気を読むことを止める人間は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界。ここで行くまで堪能。こういうゲームなんだ。なんかもうちょっとおちゃらけた感じかと思ったんだけど。待って、画面内の赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を取れ。中断したいときはプラスボタンかマイナスボタンを押せ。なんか急にテストみたいになったんだけど、この問いを求めよみたいな。なんであれ急に上か、待って、大丈夫、急に来た。はい。あ。うわ、これあれだ。席をこう譲らないといけないやつだ。それよね、多分。動かせない、こっから。くそ、一回動いたら動かせんだ、これ。まあいいや。まあこんな感じでね、空気を読んでいくゲームなんですけど、待って。はい、はい。ちょっと早いか。ちょっと早いか。いや、でもいいでしょ、全然。なんか、多分、心霊的な現象みたいになっちゃったけど、大事でしょ。第3問。これ何問まだある？で、伏せ。はい。これ、スティックで操作なんだな。僕も昔犬飼ってたな。めちゃくちゃ、いい犬、てか、めちゃくちゃね、懐いてね、かわ、ん？そしたらさ、バカじゃん。あ、これ、道塞ぐの良くないね、これ。上がってこないのかよ。よく上がってくる人よりね、こう、なんか歩いて、あれ、ちょっと良くないよね。でもこれ。あ、ここか。わかった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 。オーケーオーケー。今んところ空気読めてるね。いかに面白くするかって最初言っちゃったけど、普通に、待って、そこはかとなく読めてるっぽい。なんか日常っぽいね、なんか。はい。あ、これこういう感じなんだ。5問で1回クリア、待って、寝ないと。見せちゃダメ。はっ！あ、起きれねえんだけど、なんだ。起きたかったな、今。はって。第7問。なにこれ。ご注文は？はい。生。いや、生しかないじゃん。いや、ただ僕、コーラ飲みてえから、コーラで行こう。コーラ普通に好きなんだよ。待って、これ生じゃないと進まない感じか。あれ、生は？あ、今生あった？まあいいや、第8問。ただ僕は何も頼まなかったんだね。お部屋で、みたいな。はい。え？あ、僕が押してた音。めっちゃ押しちゃうもんね。めっちゃせかすから、これでドン引かれるっていうね。だ4人対3人じゃん。1人余るじゃん、下手したら。さあ、第9問。ん？ A、B、A、うわー。ぶっちゃけね、A かも。わかんねえ。いや、もし、いや、でも僕 B じゃないの。なんだっけ？ D 派だな、D 派。よし、第10問。ん？この最後の1品を倒したら、付き合ってください。うん。いいよ。あれなんだ、ボール焦がすじゃねえんだ。今すごい不自然な倒れ方しちゃったけど、いいのそれで。いいのかよ、ほんとに。待って、ほんとやんわりと、やめてるっぽい。いや、わかんねえ。なんだ、ほんとやんわりって、全然わからないな、例えが。第11問、これ何問まであるの？あ、これあれだ。ん？はい。え？あ、こういう感じでいいの？なんか缶はあっちにあるって書いてるけど。なんか、左上なんかやばいのいいんだけど、あれドンキーだね、多分。よいしょ。オッケー。ちょっとこれよくわかんなかったね。まあいいや。第12問。さあ来い。任せてください。起立！はい、立て。起立！レイ！これスティック操作だ！着席！ A ボタンとかこれいらないな。左手だけでもできるわ。シャンクスでもできるね。シャンクスって右だっけ？わかんねえや。第13問。彼女と動物園来ました。これ交尾してんのか。コメントしづらかったな、ちょっと。第14問。カチカチ。え？とりあえず。これさ、とりあえずスティックグリグリ動かすときはなんとかなるみたいになるな。いや、待って、もうちょっとなんか、こう、これむずいな。お、これうまくない？これちょっと難易度上がってるね。はい。いや、うまいね、これ。ああ、ミスだした。待って、今、喜びでスティック2回押しちゃった。はい。これうまいね。え、待って、まだあんの？
これ結構僕は真剣でやってるからね。あからさまに、やめて、適当になってたか、だんだん。なんだ、あからさまにって。これ何問までやろう。とりあえず、20問で区切ろっかな、一回。区切ろう。ちょっと今言えなかったな、滑舌悪くて。ん？うわ、あ、傘閉じろってことね。ちょっと待って、これさ、適当でも全然読めてることになっちゃうな。ま、もう一回刺せばいいのに、なんで刺せなかった今。僕、雨の日ってあんま好きじゃないんだよな。濡れたくねえから。傘刺すのもめんどくさいし。第17。ん？次のバス停で降りる僕です。ドキドキ。押したくないよね、ボタン。次は終点中野車庫。はい。押して。え、これ何がダメなんだろう？押しちゃダメみたいなのあった今。第18問。はい。どうぞ。うん。いや、まあ、こうでしょ。え、なんだよ、おい！空気読んでんじゃん！今日は彼女とデートだ。ロボットアニメか恋愛映画。いやー、でも僕ドラえもん好きだからドラえもん見てえな。で、アニメとかなんか気まずいシーン出たらやだし。うん。あからさまにね。第20問。どうぞ、どんと来い。ん？あ、シフトチェンジしろってことか。なるほど。あ、そっか。女性は、なんか、道路側に立たしてダメみたいな、あったもんね。なんかそういう意味わかんない、いろいろ。待って、25問までやる。多分これ50問まであんな。なんとはなしに読めてるっぽい。これ多分固定されてんな、これ文章。多分全部適当にね、やっても、なんとなく読めてるっぽいってなるな。じゃあ25問までやる。ちょ、これ楽しい。なにこれ。おはようございます。これ見たことある、この放送事故、実際に。これ笑うんだよ、確か。あれ笑うんじゃなかったっけ。な、これ実際にあった放送事故だよね。YouTube で見たことあるよ。なにこれ。誰？水戸黄門だよね、これ。なんかパロってきてんね。今僕何もしなかったけど、お前誰だみたいな。水戸黄門って知らなかったら恥ずかしい。待ってね、これ。ん？あ、合わせろってこと？めんどくさ。これ、あからさまにめんどくさ。ちょっと待って、誰だお前。そっちにしか興味がなかない。ちょっと。あっちも合わせてくれてるし。次、24問。またデートか。そろそろ彼氏と思っていいのかな。あ？どういうこと？彼氏？彼女？アニメを見に行こうとするので恋愛映画にされました。男なのって本当に空気読めない。うるせえ。彼ったら勇気を出して手を繋いできた。もう私たち付き合ってるよね。わからんな。ん？あ、こうか。こうか。なるほど。うわ、いいね。なんかこういうの。いいね。ラブラブだね。これラストでしょ、今回。もう今8分撮ってるし。え、お前見てこの、見てこのちょいちょいステップ。これちょっと好き。乗ってんじゃん。足踏んでんじゃん、がっつり。がっつり足踏みに行ってんじゃん。まあ、いいや、去ろう、早く。なんとはなしに読めてるっぽい。一回終わろう。一回ちょっと待って、これポーズできない。